たせいたしました。本日も江ノ島電鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は長谷江ノ島方面藤沢行きです。江ノ電からのお願いです。携帯電話をお持ちの方は優先席付近では電源をお切りいただき、それ以外の場所ではマナーボードに設定の上通話をご連絡ください。次は和田塚でございます。お出口は左側でございます。次は由比ガ浜でございます。お出口は左側です。次は長谷です。次は極楽寺。次は稲村ヶ崎でご、次は七里ヶ浜でございます。次は鎌倉高校前でございます。お出口は右側です。この電車は4両編成です。2つ先の越越駅ではホームが短いため、一番後ろの車両はドアが開きません。一番後ろの車両にご乗車で越越駅でお降りのお客様は1つ前の車両からお降りください。次は越越でございます。次は江ノ島です。次は湘南海岸公園でございます。次は鵠沼、次は柳小路、次は石神でございます。お出口は右側です。次は藤沢終点でございます。小田急線東海道線ご利用の方はお乗り換えです。お出口は左側でございます。藤沢駅は電車とホームの間が広く空いているところがありますので、お降りの際は足元にご注意ください。まもなく藤沢終点でございます。小田急線東海道線はお乗り換えです。お忘れ物のないようにご注意ください。本日も江ノ島電鉄をご利用いただきましてありがとうございました。